どうもアンソニーです。今回の動画は2月リリース予定アプリゲーム、2月は東京リベンジャーズの新作アプリや買い切りの大型タイトルなど注目作が目白押し。それでは早速見ていきましょう。アルゴナビス、君が見たステージへ。アンビションさんから2月7日リリース。ボーイズバンドアルゴナビスの個性豊かなメンバーの中から推しを選んで練習やライブを通じてプロデュースを行う育成ゲーム。新バンドストレイストライドが加わった新たなバンドストーリーやバンドの頂点を目指すフェスといったコンテンツを楽しめます。そんな本作は各種ストアで事前登録を受付中。気になる方は概要欄からチェックして登録をしておきましょう。東京リベンジャーズラストミッション。ビクターエンタテインメントゲームズさんより2024年2月リリース予定。スマホやスイッチ、プレイステーション4、5で遊べる東京リベンジャーズを題材とした 3D アクション RPG。 渋谷を中心とした舞台でタイムリープを繰り返し最悪の未来にリベンジする追体験型ゲーム。アップストアでのリリース予定日は2月20日となっていますが、収録時点では CM にゲーム画面が数秒とストアサンプル用のスクリーンショットが数点出ているのみなので、どんなゲームに仕上がっているかが注目です。そんな本作は現在事前登録を受付中。50万人突破で UR 確定ガチャチケットをゲットできるので、気になる方は概要欄からチェックして登録をしておきましょう。ランドアルカナ不思議の大陸。 SP ゲームより2月20日配信予定。可愛いひよこの見た目のキャラクターが登場するオープンワールド×モフモフ RPG。 収録時点では PV が出ていませんが、パラセールを使って広大なフィールドを滑空する探索、剣士、魔導士、操術師など多彩なジョブを使い分けて戦う本格的なバトル、釣り、料理、温泉といった生活コンテンツも楽しめるタイトルです。そんな本作は事前登録を受付中。50万人突破でダイヤ5000個や小さなひよこが可愛いモフモフ戦隊の乗り物がもらえます。気になる方は概要欄からチェックして登録をしておきましょう。キノコ伝説勇者と魔法のランプ。ジョイナイスゲームズさんより2月23日配信予定。全世界で3000万ダウンロードを突破した放置系 RPG。 可愛いキノコの勇者を育てて魔王討伐を目指すタイトル。メインとなるゲーム画面では常にキノコが移動し敵と戦い続けるので、武器の強化や仲間のペットを育てて戦力を上げていきます。放置した後に大量のアイテムを獲得できる爽快感も放置ゲームならでは。隙間時間にサクッと楽しめるので、気になる方は概要欄からチェックをしてみてください。エクスアストリス。アークナイツのハイパーグリフさんが開発を手掛け、グリフラインさんより販売予定の買い切り RPG。 未知なる惑星アリンドを舞台に、ビーとイエンが異星文明に関する調査を通じて世界の謎に迫っていきます。本作の最大の特徴は単性コマンドバトルの中にコンボやパリーなどのアクション要素を盛り込んだバトルシステム。敵の攻撃モーションに合わせてタイミングよく回避をしたり、攻撃を受けるキャラクターをリアルタイムで入れ替えることができるなど、今までのコマンドバトルとは一味違うプレイフィールになっています。そんなエクスアストリスは2月27日に1500円で販売予定。気になる方は概要欄からチェックして予約をしておきましょう。ということで2月リリース予定スマホゲームまとめでした。今回紹介した中で皆さんの気になるアプリや動画の感想などもぜひコメント欄に書き込んでください。それと僕のチャンネルではグラブルリリンクやポケモン SV の攻略情報をアップしていますので、こちらにもぜひ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。